こんにちは、あるいはこんばんは、イワンド委員長です。はい、ということで本日いただいた質問に答えていきたいと思います。質問を読みます。男塾の卒業生である委員長に質問があります。自分はどうしても自分自身に自信が持てません。自信を持つには何が必要なのでしょうか。ご教授いただきたいです。オス30代男ということでね、男塾の、ね、卒業生ではなくて、ユアンド男塾って新しい男塾の塾長をやっております。よろしく。ということですね、これね、これ難しいですね。結構難しいですね。自分に自信を持てない理由がまず何なのかと、あのね、こう整体師なんでね、一応仕事がで、整体質は何が一番大事かって言ったらもう謙虚さ、これ一択なんですけど、謙虚さは自信があったって謙虚でいられるわけです。自分のやれることにはもっとできるんじゃないかと、まだ上があるんじゃないかっていうのは常に頭に置いてますけど、でも人の価値っていうか自分の価値って、まあ自分である程度判断して決められるもんだって僕は思ってるんで、そこっすよね。そこ、それを考えてほしいですよね。で、今のね、こう社会で、なんつうのかね、こうお金に対するさ、嗅覚がめちゃめちゃ鋭い人とかいるじゃん。例えばさ、ホリエモンとかみたいにさ、何でこの人こんな儲けてんだろうみたいな、こういう人いるじゃん。まあ、YouTuber のさ、ヒカルさんとかなんかはさ、まあその YouTube の収益でバカと儲かってるのはもちろんわかるんだけど、それ以外にもなんかね、ラファエルさんとかいろいろこう事業やってたりするわけですよね。で、ああいうさ、お金の嗅覚の鋭い人っていうのは、もうそれだけで、まあその件に関しては自信がもうお金っていう結果に直結してさ、見える形でわかるからいいんだけど、そうじゃないさ、人っていうのはさ、何にもってさ、人にこうドンと出せるものがあるかってわかんないでしょ。実際自分の価値って何だろうって言われたら分かんないでしょね。でもね、誰でも必ず誰にも負けないものがあるんだよね。誰にも負けないものと持ってるんですよ。だから見つかってないだけなんだよね。見つかってないだけ。そこをちゃんとこう見つけられればいいんだけど、それすら持ってないと思ってると常に自信なくなっちゃう。で、ね、このね、何に対して自信をまず示したいのか、これも大事なんですよ。その職場でいつもマウント取られてる、自信がないからマウント取られちゃって仕事押し付けられちゃってるみたいな、そういう場合もあるだろうし、
でもやっぱり男塾、ユアンド男塾に質問投げかけてきたということは、対女性相手だね。そうだね。それで話進めちゃうけど、いいよね。ということでね。女性に対してね、自信のない男性っていうのはね、まあまあ死ぬほどモテないですよ。もう、もうその段階でね、積んでますよ。恋愛しようと思う権利を失ってるぐらい、もう致命的な問題ですね。ただね、ただ見た目がさ、かっこよくないとか、給料が少ねえとか、まあ、いろんなので女性に対して自信持てないっていう男子すごい多いと思うんだけどすごい多いと思うっつうか、やっぱこう恋愛に積極的じゃない時代になっちゃったって、まあ、そんな時代は俺は認めないけど、まあ、実際でもそうなんだよね。なのでここはね、もう慣れてください。はい、もうね、コロナが明けたらキャバクラでもガールズバーでも散々行って女子とガンガン喋ってください。そしてね、容姿に自信が持てない。僕なんかもそうですよ。容姿にアドバンテージなしですよ。僕とアッキーはそうですよ。アッキーのこと勝手に言ってますけど。でもね、受けるしモテるんですよ。だからね、面白いやつになれればいいんですよ。面白いやつになれれば、勝ちです。ビクトリーです。何が自分に合うね、面白さなのかっていうのもあるわけ。お笑いをこう見ちゃうと、オーディエンスになっちゃうわけ。笑うために見ちゃう。そうじゃなくて、勉強のために見てください。お笑い芸人のトークを勉強のために見てください。トークのキレが良くなれば、それだけで、人の耳を引きつけることができる。見た目が悪くても、何か五感をゲットすればいいわけよ。耳。あとは、ドルチェ&ガッバーナの香水をつけておくこと。ちなみに僕の愛用している香水はドルガバのライトブルーです。俺の匂いつけてみないかということでね。まあマジなんですよ。本当あれ、あの香水っていう歌はかなりの熱い風評被害を受けましたね。ということです。まあね、こう俺ダメなんだっていう、なんかこう自信が持てないっていうことを前提に生きてるからね、持てないんだよ。自分の価値をね、自分でね、大したことねえやつっていう枠の中に、ね、自分で収めてる。そうしたらダメだよ。俺には可能性があるんだぜって。俺、あれだもん、この仕事やってて思ってたけど、この仕事やってなかったとしても、絶対に俺何やってもどうせ有名になるからねって思ってたから。それはまあ、例えば小さい範囲内かもしれないけど、会社の中でも俺はトップクラスに仕事できるようになるとか、その、まあ、元々はね、美術の世界に行きたかったからね、高校生ぐらいの時は。まあそういうのやっちゃったら、やっちゃったらだよ。だから上から目線でやっちゃったら、まあ相当上行っちゃうでしょ、みたいな。高校の、この卒業の、卒業じゃない、なんか、あの学校の機関誌みたいなのの表紙書いてくださいって言われたのが美術部でもなんでもない俺で、ね。で、その担当してた英語の先生がそのさ、文化祭の時に見て、この絵描いたら誰なんだってなって、俺ってなって、で、その話回ってきたんだけど、であまりにもすごかったっつんで 2ページ目も空きあるんだけど書いてくれって言われて書いてね。美術部じゃないんだよ。だから本気出したら俺に勝てるやついねえよって思いながら生きてるから。ただが、ああこのジャンルじゃ勝てねえんだなって思ったりもするわけですよ、もちろん。それがね、バンプオブチキンのね、藤君音楽やめようと思ったから、あやってたんですけど、ああなるほどねって、これは作って歌ったりするよりも彼らの音楽を聴いていたいと、そういう時もありますよ。そしたら次探しゃいいだけなんで、だって俺だからって思ってればいいんだよ。そういうこと。自分の価値はね、自分を信じることはね、結構最初難しいけど、でも可能性って絶対あるって。この言葉だけね、自分は信じられなくても俺が言ったこれだけ信じてくれればいいよ。自分には可能性がある。自分の価値はその自分の内側に今あるんだよってこと、それだけ頭に置いて生きてください。まあそのうち何かがヒットしますよ。そのこのね、質問が第一歩かもしれないけど、何かに挑戦していかないと成長しないんで、そこで収まっちゃって、どんな可能性のあるやつも成長のための一歩を踏み出さなければ、その殻の中でずっと終わり、自信がないまま何の結果も残らない、平平凡凡な人生かもしれない。それが望みかもしれないけどね。そうじゃないからこうやって送ってきたと思うんで、
信じて一歩ずつ挑戦すれば何かの成果に必ずつながるので、つながらない場合はその手段がダメだったんだということを学習したことに成功したということですから、はい、自信を持って生きてください。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。キモ